ケントはイギリス海軍の70門3等戦列艦。ブラックウォールで1679年に浸水した。この名を持つイギリス軍艦としては2代目である。ケントの輝かしい経歴は、エ乱ラン戦争のバルフルール岬の海戦から始まった。ケントはフランス、スペイン、そして地中海での活動に対して4つの戦闘勲章を受けたが、これは歴代の ケントの中で最多である。1702年の B51 の海戦では、フランススペイン艦隊各17隻を一掃する決定的勝利に貢献し、1707年のジブラルタル防衛のために発生したマラガの海戦にも参加した。1718年には、ジョージ・ビング帝督のシチリア防衛艦隊の一員であった。ケントの最後の戦闘は1744年の キューバ砲撃である。ケントの最初の再建作りは、ロザーハイスで1699年に行われた。1722年2月16日には、再々建造が発注され、完全に解体された後1719年の寸法規定に従って組み直された。最新水位は1724年9月19日で、ある。 二度の再建作りを経た後もケントは70門間であった。ケントは1744年に解体された。ラボリー、シップス・オブ・ザ・ラインボリューム1、P162、AB、ラボリー、シップス・オブ・ザ・ラインボリューム1、P166、AB、ラボリー、シップス・オブ・ザ・ラインボリューム1、P169、ヒストリー・オブ・ HMS ・ケント。2008年8月4日閲覧。 ありがとうございます。